マジで。人前で喋るのが苦手やったから、最初の自己紹介を1分したけど、人と目合わせんと喋って30秒ぐらいで多分終わってたと思います。この定義は何なんですか？これをこのまま終わらすの？これをこのまま終わらすんやったらお前らも OLS に意味ない。悔しかったし、辛かったし、大変でした。続けていけたらなと思っています。強いなと思いました。杉原由紀奈。みんなが喋ってる姿が羨ましかったし、そういう憧れでいろんなことに挑戦できたらなっていうのがあって、それを変えれたっていうか、そういう人たちに追いついていけるように頑張っていきたいと思ってます。ありがとうございました。自分は参加するタイプじゃなかったから、今そういうのが挑戦していることで、ちゃんと夢を持ってつなげていけたらなとは思います。